姫の葵役の新谷ゆずみです。やっぱりこう一つ青春というか、出てくる人たちそれぞれのその今のこの瞬間のキラキラしてることもそうだけど、その裏側みたいなのが同時に見える、なんか明るくもありけど、やっぱその若いならではの葛藤みたいなのがすごく見える青春な物語、それも含めてすごく青春な物語だなって思いましたね、読んでみて。はい、なんかなんだろうな、自分の過去と振り返ったり、自分の今と向き合ったり、改めて何かを見つめ直せる作品になるんじゃないかなと思ってます。はい。なんかいいこと言っちゃったみたいになって、なんか嫌ですね、なんか恥ずかしいですね。はい、と思ってクランクインしました。それを伝えられたらいいなと思って。